ケイさん声ちっちゃくなって人のことは言いやすいけど自分のことはすごい声ちっちゃくなってはい、純子ちゃんが好きだったんです。みおちゃんが好きで、純子ちゃんが好きで、また純子ちゃんが好きだったんですね。純子ちゃんには電話をしたら出てくれなかったり、彼氏がいるからって言って切られたんですけど、その純子ちゃんにも晴れて、その半年後ぐらいに告白しました。あれはそう、ミレニアムを迎える大晦日の日でした。1999年の12月31日だから大晦日だから覚えてるよね。まあ23歳だったんですけど、その純子ちゃんに振られた後に純子ちゃんを思って作った曲を恋しくてという曲です。めっちゃ有名なビギンの曲がありますけど、まあまあタイトルぐらいパクって、じゃあまあまあ恋しくて、恋しくてちょっと声ちっちゃい、もっとしっかり自信持って、声がちっちゃい、自信持って、飲まずにやるしかない。これもちょっと入り込んでる、そう、今の自分を信じて。キクちゃんの曲みたいに笑えない曲なのでそれどうかと思うよ。恋しくて、恋しくて、涙が涙がこぼれたよ、会いたくて会いたくて、涙が涙がこぼれたよ。